データにどもいらっしゃる。さっき言いました。そこの扉開けるとこね。実態が見えてるってことですか、例の形が。だから 見てるんだと思うんだよね、ここ1階だし。で、ここは昔川だったか何だったかしてるんですね、井戸だったか。だからそこのところを水脈通ってるから、ここに全部霊が流れてきちゃう。この風呂場の下に水脈があり、そこに父親以外の霊も集まってきてしまうとクレオパトラは言う。いやいやいや、それ今調べてるんです。それ簡単に言い切られると視線張ってるから今というか、さっきから川崎が一言も喋っていない。テレギャラをもらうタレントとしてあるまじき行為だ。もう体調が悪くなってるんじゃないですか。単独で水脈を探していた堤がようやく帰還。堤さんどうでしたか、お風呂場に水脈はありましたか。記録されちゃうんですね。メモしたノートを見てみると、霊現象が起こる場所、さらにはクレオパトラが言う水脈の位置とほぼ一致。一致してんのこれ。風呂場で間違いない。いざゴーストハント。もっとなんか間取りとこう照らし合わすみたいなしてもらわないと。水を入れた試験管を銃にセット。先端の水晶から霊体エネルギーを集め、コイルで手元まで吸い込み水に封じ込め、捕獲できたかどうかは水質測定器で確認。この機械が一番怪しい。水のちょっとデータを測ります。数字が出ます。これは不純物系って言って、数字で不純物がどんぐらい入ってるかが分かると。これまあ堤さんのお手製のスタッフですよね。でもこれ一回ムーで打ったんですよ。ムーあっかけのムーあムーね、25で打ちました。堤がゴーストハント銃をムーで打ったという無駄話を始めたその時。何でもこれ一回ムーで打ったんですよ。あっかけのムー25で売れました。またおかしくなって。大丈夫、ちょっと待って。え、ちょっと詰めてください。先生大丈夫ですか。あ、うわ、すごい。詰めますよ。パトラさん呼んできて。うわ、ちょっと、マジ、マジでやばい。パトラ先生。何？パトラ先生。堤先生、全然頼りにされてない。目の前にいるのに、堤さん全然頼りに。別角度の映像。25で売れました。あっかけのムー。25で売れました。何かが体に入ってきたような動きを見せた篠原。堤さんのこと全然頼りにしてへんね、みんな。すぐパトラ先生。パトラ先生。パトラ先生。あ、ちょっと来てもらっていいですか。すごい。入ってきちゃった。入ってきちゃいました。ゲーム名の機材トラブルで日常。お父さんここにいて。ちょっと一回話しましょうか。お父さんここにいるんですよ。Oh my god。やっぱり。もう怖い。ほんまに？オッケー、いい？お母さん。いいよいいよ。ガチガチガチ。お母さん大丈夫だよ。お母さん大丈夫。オッケー、大丈夫大丈夫。つつみさん。つつみさん。ごめんなさい。銃使えよ。待ってな。ね。今お母さん呼ぶから待ってな。分かってる分かってる。うん、大丈夫大丈夫。お父さんの気持ち分かってる、知ってる知ってる知ってる、大丈夫大丈夫。本当すぎたかったって言ってな。声がすごい聞こえる。あ、大丈夫、分かってる分かってる分かってる。YouTube で見られるのはここまで。アベマならゼニーたちを最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはこのボタンをクリック。